はい、皆さんこんにちは、林です。本日はですね、私もよく送金で使っておりますWISE.com なんですけども、日本のですね、金融庁の決済のねライセンスを取得したようでして、今まではですね100万円を超す送金ができなかったんですけども、それがねできるようになったということで、本日はですねこちらのニュースの方をご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それでは早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。この WISE ですね、世界のどこでも使えるお金をというねこちらのサービスなんですけども、私も大変重宝しておりまして、こちらのねちょっとプレスリリースの方をご紹介させていただきます。 WISE が日本で第一種資金移動業者の認可を取得というところでして、本社はねイギリスのロンドンに置く WISE なんですけども、非常に便利でして国際送金が最も早いサービスになります。このサービスなんですけども、今回ですね1取引割100100万円の上限というのがありました。これはですね第一種資金移動業者の認可をまだ持っていなかったというところで、今までは100万円を超える送金ができなかったんですけども、それが認められたことによって今後100万円以上の送金ができるようになるというところで、最大1億5000万円までのですね送金ができるようになるというところで、すごくね便利になったというところになってきます。これかなり大きいことでございまして、これによってね今まではこう楽天銀行とか他社さんでこう送金してたのがWISEの方が圧倒的に早いし便利だよねというふうになります。で、弊社もですね今シンガポールにいまして、このWISEシンガポールを使ってるんですけども、はっきり言ってですねもう速金で日本に送金したり海外に送金したりとかできます。で、どうしてもこう楽天銀行とかでやっていきますと、やはりですね2営業日ぐらいとかねかかったりとかしますので、それを考えるとこのWISEペイメントっていうのは非常に速金でやりやすい。で、手数料も安い。これなぜ手数料が安いかと言いますと、実際には国際送金をしておらず、WISEが各国のローカルの支店にですね残高を持っておりまして、例えば私が日本に送金したければ WISE シンガポールのローカルの銀行口座に例えばじゃあ80万円送って、その借金を確認したら WISE ジャパンのローカルの銀行から80万円を私が送りたい相手に先に送ることができるというところで、実際には国際送金をしておらず、このローカル同士での支店でのやり取りということで手数料をさらに抑えることができて、さらに早くできるというのはですね非常に画期的なアイデアが増えるサービスかなというふうにですね思っております。私もですね今日本のですねスタッフさんとか取引先とかそういうところに払うのはね全部このWISEを使ってまして、非常にね使いやすいサービスですし、ペイパルとかよりもね圧倒的にWISEの方を私は使っております。シンガポールのWISEっていうのはもともとねシンガポールから例えばアメリカにですね250万とかもね普通に送れちゃうんですね。WISEジャパンだけがですね100万円の限度があったというところで、今回日本のWISEの方もですね100万円以上の送金ができるようになったということでですね、非常に良かったんではないのかなというふうに思っています。これはね一つ朗報でしたので、今後ね我々もクラウドファンディングとかでですね海外メーカーに送る際にですね、我はですね100万円を超す送金の時はですね2回に分けたり3回に分けたりとかしてたんですけども、それが必要なくなったというところで今回ご紹介させてきました。もし本日の内容が良かったと思っていたらぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。X の方もぜひこちらの方からフォローしてて幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.